この辺に、この辺に顔を出してみて、映ってた。はい。今日お祭りおめでとうございます。ありがとうございます。これからいろいろ時間ください。はい。決まってますね。だからホタルいっぱい飛んでるじゃん。なんでホタルが飛んでるってそこにいるの？源氏ホタル。源氏ホタル。源氏だから。ウラなんか。この傘は一応用事のために持ってるの？それとも？まあ。俺の友達が。一応そういうことで、やってあげようと、ああ、なるほど、降られてもいいよね、雨の時もあるし、はい、例えば神様を守るために、ああ、うん、なるほど、うん、今刀とか仏像のものがないから、昔はね、あのあれですけどね、あのあれあれ、稲村の熊野神社のお祭り、あれは棒持ってるのね、あの、なんていうんでしょう、威厳が入ってた、みんな昔はひざまずいて、どぎ出して、その、あるツーカーに来たの。そうだね、だから、この内側の行列ね、行列をよく起きられないでくださいって言われたんですけど、どうしてもカメラ持ってる方が平気で横切っちゃうんですよ。昔だったら撃て撃てですよね。撃ちですよね。だから私たちもその撮影してる時に、そのお祭りの前とか、あるいはもう町の人に打ち切ったに反するということでみんなに言ってるんですけど、なかなかね、緊張しなくて。私は夢中になってしまって、一応そういうね、はい、髪を祭ったりですから、はい、うん、うん、一応こういうビデオでそういうのをこう啓蒙ちょっとこう皆さんに知ってもらおうということで、うん、皆さんのお声をこうちょっとお聞きして、あ、まあ、あのうちはあのお祭りの永代お当屋、うん、うん、そのあの拝命したり、はい、こちらにいます、はい、必ずここでお休みなんですね、うん、でやっぱりその時当時にその高倉の宮様がここにお泊まりになったから明らかに、うん、あの、うん、そういうまあ、うん、言われ書いてある、はい、あの持ち人電気が、あの保存されてるんですけど、はい、お持ち帰りの時だけちょっと虫干し程度に開けなさいって言われて、うん、開けてるんですけど、うん、まあそろそろ勤めなんで、はい、開けますんで、はい。